日本全国の車いすバスケクラブを紹介していくこの企画 WB。 本日はチーム四国の皆様にお越しいただいております。よろしくお願いします。背番号7番の山内です。得意なプレーはコートでとにかく喋ることです。はい、ありがとうございます。はい、14番のマサルです。得意なプレーはインサイドのシュートです。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、背番号9番の国本です。得意なプレーはミドルシュートです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 WB 普段はどのあたりで練習されているか、主な活動地域もお伺いしたいと思うんですけど、実際にどこの体育館でどこの班を練習されたりしているんですか？今年度から、四国の、なんでしょうね、バスケットを楽しくやりたい人たちが集まってチームを作ったチーム、ところなので、はい、その四国の何県っていうのではなくて、各県にそれぞれ選手がいるので、はい、その練習会場を転々としてやりたいなって思っていますけど、はい、今のところはまだほとんどそんなに やれてはないんですけど。実際練習って大体どれくらいの頻度で行われてるんですか？でも基本的にはチームの、なんですかね、チームでの練習はそれぞれやっているので、はい、まあ週に長い量ではできます。保険でやってるんで、多分週に 2,3 回ぐらい多分やって、まあ、月に1回このチーム四国で合同で集まってやりたいなっていう。なるほどですね。なるほどですね。ありがとうございます。チーム四国さん の、 そのチーム名みたいなところなんですけれども、そのままみたいなところにはなんですけど、はい、その由来であったりとか、どなたがこの名前をつけたかみたいなのもお伺いできればと思います。はい、一応、まあ、つけたというか考えたら私です、国本ですけど、はい、まあ、いろいろあったんですね、候補は。例えば、まあ、四国のちなんだお遍路をやって、まあ、チームお遍路にするだとか、まあ、いろんな案もあったんですけど、まあちょっと、まあ、お気に入ってチームカチッとしたガチガチの。ちなみに他にどんな、候補があったんですか？いや、なんかダイナマイト四国とかチーム職に収まりました。なるほどですね。いや、ありがとうございます。 WB 所属される選手についてもお話をお伺いしたいと思います。平均年齢とかってどれくらいになりますか？だいたい下は何歳から上は何歳にして、何歳に、まあ、下は多分24か、これ誰の場合か入っちゃう。あ、でも萌えが、あ、そうそう、20歳から下が20歳、上が62。結構年齢層幅広い、手広くやってるんで、手広くやられてるということで、その男女比みたいなところで男性女性の比率ってどれくらいなんですか？でも3分の1は女子だ。3分の1ぐらいは女子で、20人ぐらいはいるんで、一応登録数は。はい、まあ、ありがとうございます。そして、チームのプレースタイルっていうところにしては、他のチームとどういったところが違うみたいな、ここうちの強いポイントなんだよねっていう教えていただけたらです。強いポイント、まあシンプルシンプルシンプル、はい、もう難しいことはせず、はい、シンプルに、なるべくシンプルなプレーを選びましょう。あんまりこうね、細かくで、そんなに集まって頻繁に練習もできないので、やっぱり日頃練習でしたことをもうシンプルにコートでまして、それぞれが楽しめたらいいかなって思います。そうですね、ありがとうございます。 WB ここからはですね、いかに普段からチームの皆さんが呼吸を合わせているか、
チームの輪を大切にしているか、皆さんの結束力を確認させていただきます。お願いします。それではいきましょう。日本車椅子バスケットボール連盟恒例の息ぴったり連想ゲーム。いただきます。はい、やはり車椅子バスケチームプレーが大切ですから、はい、ぜひ皆さん合わせに行ってください。気持ちの準備はよろしいですか？あ、もういつでも大丈夫です。はい。そして、ショットクロックにちなんで一つのお題に対して24秒以内に回答いただきます。まずはまずは練習というところでウォーミングアップからいきましょう。もう皆さん何かもうお昼ご飯食べられましたか？いや、まあ、これからですかね。食べます。はい、じゃあそれでいきましょう。しこれから皆さんが食べるお昼ご飯は何でしょう？ありがとうございます。はい、それではお書きください。はい、よろしいでしょうか？はい、それではいきます。今日皆さんが食べるであろうお昼ご飯は、お昼ご飯はせーの、ドン、サラダチキン、おにぎり、ラーメンということで、残念。いやあ、皆さんといえばそうやろ。そうやった。そうやった。なるほど。まあ、これ練習なのでこういった形で回答いただくというところで、ここから本番ですよ。よろしいでしょうか？お願いします。まず1問目いきます。チームの中で一番シュートが上手い選手は誰でしょうか？わかりました、わかりました。もう、はい、24秒以内にお書きください。今日だよね、今日だよね。 OKOK。 もう自信満々というところで、はい、よろしいでしょうか？ありがとうございます。はい、それではいきます。チームの中で一番シュートが上手い選手は誰でしょうか？せーの、はい、マサルさん。意見をいただきたいと思います。もうさっきの試合でも、はい、一番入れてくれましたんで。なるほど、素晴らしい、良かったです。恥ずかしいやつですよね。恥ずかしいな、外したら。なるほど、息ぴったりというようなところで、やはりマサルさんが一番そのシュートを得点率っていうところでは高いということで、ありがとうございます。 WB。 それでは2問目いきます。チームの中で一番よく食べる選手は誰でしょうか？はい、24秒以内に、はい、お書きください。はい、それではいきます。チームの中で一番よく食べる選手は誰でしょうか？せーの、ドン、宮川さん。ありがとうございます。 WB。